さあこの橋を渡り越えれば山口県、突入しました。山口県可愛いですね。可愛いですね。鳥居のふもとまで行けるんだ。どうなってんだろう。さあなんか面白いソフトクリーム屋が。ちょっと僕は怒っております。おはようございます。時刻は7時となりました。6時半ぐらいにちょうどねこちらの公園でも朝ラジオ体操でここら辺に住んでいるおじいちゃんおばあちゃん方から集まってきて、一緒にラジオ体操して、今に至るって感じかな。やっぱね屋根があるとそこまで寒くないね。もう12時半ぐらいに寝て、ぶっ通しで寝れたって感じかな。でこちらの U アスレチックなんですけど、結構ね立派なアスレチックで、こんな感じのアスレチックで寝ましたね。今日なんですけど、今から宮島に行きたいと思います。宮島はね結構15分間隔で船が出てるんで、そこに乗って厳島神社を見て回りたいと思います。ただね厳島神社は今改修工事してるので、鳥居は見えないんですけど、その辺りの周辺とかいろいろまだ見どころがあるみたいなんで、そこを見に行きたいと思います。じゃあ一旦ねちょっと散らかってるんで片付けて出発していきたいと思います。はい、ということで準備ができました。積み込みもしっかりこんな感じだね。ロープで縛って日本一周52日目となっております。本日は湿気、荷物も動かないね。こんな感じでスタート行きしていきたいと思います。はい、改めましておはようございます。日本一周52日目となっております。で本日が11月の3日日曜日11月に入っております。で気温はちょっと確認してないんですけど、体感的にはそこまでめちゃくちゃ寒くないかなって感じだね。だから街中だけあって比較的にね暖かい方にはなるのかな。こんだけ革のジャケット着たりとかすればバイクはまだまだ全然朝でも走れるかな。おそらく日中はまた気温が上がるでしょう。はい、宮島フェリーに到着です。これバイク止めるとこってあるのかな。一回聞いてみるか。あ、すいません、バイクってどっか止めるとこってありますか。 OK。 いくらで。300円だったかな確か。あ、300円。はい、あ、わかりました。無料とかないですもんね。無料で止めれるとことかないですね。はい、あ、踏切を渡って右。あ、わかりました。踏切渡って、あった。到着。まあまあ離れるね。無料はさすがにやっぱり。まあいいや。よし、とりあえずフェリー乗り場まで行ってきたいと思います。はい、じゃあ今からね乗車していきます。もう宮島すぐそこに見えてんだよね。よいしょ、これが宮島だね。厳島、
よし、ついに上陸しました。やっぱりね、3連休の中日ということもあって、非常にね、朝の今8時半なんですけど、非常に観光客の方がたくさんいらっしゃいます。今からとりあえず厳島神社に向かって歩いていきたいと。普通に人慣れしてる。可愛いですね。可愛いですね。めっちゃ人慣れしてますね。全く逃げない。そうですよね。でも去年あれやったの、まだ角多少あったの、全部切った。よいしょ。まあこれだけ観光客が来るんで、すごいね、お店とかもわーって並んでたりするね。厳島神社までフェリー乗り場から600m、とりあえず向かっていきます。ここの下歩けるんだ。道引き潮だから今水がないのかな。こちらが厳島神社で、こちらが鳥居ということで、すごいね、鳥居のふもとまで行けるんだ。どうなってんだろう。うーん、うっすら赤が見えるって感じだね。ここに鳥居があったらめっちゃいい感じだけどね。まあ、しゃあないね。これはやっぱりこう大事なものを守るためには、やっぱりその修繕工事であったりとか、そういったものもしないといけないから、作るより守る方が大変だからね。まあ、またいつの日かちゃんと復活した状態で見に行きたいと思います。さあ、では厳島神社に参拝しに行きたいと思います。じゃあ厳島神社で参拝したということで、ちょっとね、今気づいたんですけど、御朱印帳をバイクに忘れてきてしまったという大失態を犯してしまいました。はい、それでは宮島を後にして、今から山口県に突入していきたいと思います。山賊村というところに行くんですが、その前にですね、ちょっと錦橋っていうのかな、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、そちらの橋がね、非常にね、見どころというところで、今からそちらの橋を見に行った後、山賊村に入っていきたいと思います。だいたいね、山賊村はここから1時間ぐらいなんで、11時半に到着予定なんで、ちょうど昼時でいいかもしれないです。山賊村で、山賊のおにぎりと、まあ、あと山賊焼きなどなど、いろいろ食べていきたいと思います。はい、山口県入りますよ今から。さあ、この橋を渡り越えれば山口県、突入しました、山口県。はい、こちらだね、この橋だね。なんか面白いソフトクリーム屋があるということで、
よいしょ、はい、もう間もなくで山賊村に到着します。あ、お腹減った、早くご飯を食べたいよ。はい、山賊村到着なんですが、かなり混んでおります。ちょっと僕は怒っております。マジで弁当とか分かるように区分けしといてほしい。あんな分かすぐできますってな書いてあるのにさ、普通になんか並ばせてさ、で1時間並んだ挙句弁当はこちらですって言って5分で買うことができた。1時間返せやって話だよな、マジで。あー、ムカつく、腹立つ。もうとりあえずまあそこでは食べたくないから、もうどっかの、まあ、道の駅かなんかに寄ってご飯を食べていきたいと思います。はい、ということで山賊村を出てちょっと走ったところにね、いい感じの川辺があったんで、そちらで今からさっき買った山賊弁当を食べていきたいと。やっぱ山賊だからね、山で食べないと、こういう河原でね食べると、これはね優也流のこだわりです。適当にどっか見繕って座っていこうかな。にしてもね、水がきれい。ここ何これ、何の川だろう。すげえきれいだよ、水が。あ、わかる、これ透き通ってんの結構きれいでしょう。じゃあちょっと今からここでご飯を食べていきます。では山賊弁当を開封していきたいと思います。こちらですね、山賊。ではこちらを開けていきたいと思います。こちらが山賊弁当でございます。巨大おにぎり、うん、おにぎりのね大きさはスマホ iPhone8、 まあ2個で、まあ、2個で iPhone1 個分って感じかな。うん、まあまあ大きいね、握り拳ぐらい。で、鶏肉と、肉が鶏肉と牛かな、これは。いただきます。はーい、消化村塾到着いたします。はーい、到着。はー、疲れた。よし、じゃあ今から見ていくよ。はい、ということで消化村塾到着。それで今から中を見学して見ていきたいと思います。はい、こちら吉田松陰だね。このまま道がずっとこんな感じで
まっすぐなってって、あ、すごいね。このさ、こういうのあるじゃん。こっちにも、てかいっぱいいっぱいあるんだけど、これ今見ると松陰、吉田松陰のなんか言葉が書いてあるね。例えばここは、もののふの道は義より大なるはなし、義は勇によりて行われ、勇は義に、ちょっと読めない、まあ、みたいな感じでなんかね、いろいろ書いてあるから、松陰の本とか読んだことある人だったら結構自分が好きな言葉とかあるから、そこと一緒にね写真撮ったりするといいかもしれないです。で、これがね、右手に見えるのが、これが松陰が幽閉された場所かな、うん、なんか幽、これね、なんか松陰が船に、外国の船に行こうとした時に乗り込んで、それが見つかってここに幽閉されたっていうとこらしい。ちょっとおまけ的な感じで、近くに伊藤博文の家があったみたいで、ここか、ここだね。こんな感じなんだ。で、次に松陰の誕生の地というところがあるので、そこもちょっとおまけ的に。で、ここが吉田松陰誕生の地、ここで吉田松陰が生まれたみたいだね。はい、ということで吉田松陰の松下村塾の場所を後にしていきたいと思います。で、時刻が現在が17時10分ということで、5時を回っております。だいぶ暗くなってきましたね。まあ、この後特にもう回る予定はないので、もう今日は早く寝ようかなと思ったんだけど、あまりにも早すぎるな。とりあえず一旦コンビニ行って、早いけど晩ご飯だけ食べて、近くに道の駅があるのでそこで野宿をして行きたいと思います。はい、ということで、現在道の駅に着いたんですけど、なんていう道の駅かちょっとわかんないんですけど、ちょっと暗くて、なんだろう、ちょっと見てみよう。道の駅萩王冠っていうところに着きまして、まあ、ここで寝ようかなと思います。あー、でも今日10時には寝れるかな。なんだかんだ毎日12時とか1時ぐらいにしか寝れてないから、今日は早く寝て明日6時に起きて、明日は、このまんまカルストかな、カルスト秋吉っていうところでカルストを見て、弁天の湧き水が近くに流れてるので、そこで水を汲んだ後、稲荷神社に行きます。まあ、そんな感じでね、一応予定は立ててるので、また明日頑張って走って山口県を終えたいと思います。じゃあ今日はこれで終わりなので、また明日も頑張ります。じゃあおやすみなさい。バイバーイ。